皆さんこんばんは。新年おめでとうございます。今日はですね、フーの T シャツを着てる伊藤君がイギリスから帰国するのを記念して、新年、飲んで歌って踊れるライブをやろうということで、横西君と合わせて企画してくれて、伊藤君フィーチャリングですのでよろしくお願いします。ということで、録画台では皆さんお忙しいお寒い中お渡しだけにありがとうございました。初っぱな飛ばしていきます。国家聖人とその仲間たち、シゲルバンド2014冬というバージョンです。途中ちょっと疲れて倒れたらごめんなさいなんですけど、じゃあ早速さっきちょっと公開リハーサルで見ちゃった人も、聞くんじゃなくて見ちゃった人もいるかもしれないですけど、まあまあまあみんな仲間と歌って何十年なんですけど、まあこれが僕を世に出してくれた「フォエンザナイト」という曲からお送りします。フォエン、as the moon
誰もが知ってる、スタンドバイミーでございました。あのジョン・レノンのつもりで歌ってもいつの間にか情報官になっちゃいますね。では、次の曲が、まあ、この曲は僕が一回歌ってみたいなというわがままで、柳ジョージとレイニー・ウッドの同じ時代にという曲を、アッキーのキーボードでちょっと歌してもらってます。じゃあ、同じ時代にという、同じ時代を生きてきた仲間と歌うということでいいんではないかなと、大変気持ちよく歌わせていただきました。なんでそう面白いね。では、これもやるのは2回目ぐらいだと思うんで、この辺からだんだん面白くなってきます。十分面白いですね。では、これもアッキーのピアノで気持ちを込めて歌います。 You are so beautiful。 きたー
最初からこんなみんな飛ばしてくれてありがとうございますということで、シゲルバンド2014ありがとうございます。で、まあシゲルがずっと歌っててもですねつまんないんで、ここでハーフタイムショーを行います。 Now introduce Naomi。 じゃあナオミンが1曲に歌います。シラフじゃ歌えないということで2杯飲みました。きっと飛ばしていくと思います。楽曲はイントロで分かってください。どうぞ。
では皆さんお待たせしました。歌い続けて30年、20歳の時にこの曲を歌ってから30年歌い続け、この曲も僕を呼び出してもらいました。ジョー・コッカーの心の友、
ね。面白いでしょ。面白すぎる。では残念ながら楽しい時間待っているまで最後の曲です。
ありがとうございました。すごい安い、すごい安い、滝のようよ、やっぱ怪しいなって。